台東県台東市にある台東天雲駅は、昔は台湾鉄道局台東線の終駅、旧台東駅でした。2001年5月31日、旧台東駅が廃棄され、その機能が台東駅の新駅舎に取られました。そして、旧台東駅舎が再生計画にのっとって修理され、中の待合室が台東旅客センターに改装され、2015年6月19日から台東天雲駅に代わって台東地域の交通センターになります。80年の歴史を持つ被災地校が引退する後、鉄花新住落が歴史建物や芸術、レジャーなどの融合文化空間、台東鉄道芸術村に変わります。芸術村では、当時の鉄道局がそのまま残されます。そして、旧貨物倉庫が改装され、駐在アーティストの創作空間や、芸術教室、展示場として、旧台東駅の文化を示し、無限の芸術創作力を詰め込んでいます。台東森の公園は、台東県台東市の中華橋のそばに、広さはおおよそ300から400ヘクタルです。森の公園が台東市から車でわずか数分間にかかって、馬平平大通り、馬奮奮大道に沿って行けます。公園の中には心地いいの景色と自由な空気がいっぱいで、自転車でその空気と景色を満喫することをおすすめします。自転車通りに沿って防風林と水の湖を経過して、自然の恵みと綺麗な景色を満喫できます。とてもいいところです。ただいま、私たちが台東市から北へ 6km の小屋流風景区にいます。ここは富岡教皇の隣で、東部海岸国家風景区には一番南の観光スポットです。ダンシャージ、フォーカー岩、東風岩、キノコ岩などの綺麗な海食景色がここの見るところです。天然彫刻公園のような風景と多彩な岩形が北海岩の野流の外観と似ているので、小野流と呼ばれるようになりました。カロラン休憩区はもともと地層の断層と周極として有名です。一連の計画で整理した後、どんどん人気の休憩区になっています。校内にはたくさんの流木インスタレーションがあって、その原始的な巨大芸術作品たちが絵画の魅力をたくさん増えています。富山保育区は台東県内唯一の海水浴場で、東海岸長岸帯の海洋生物が豊富な絵画の名所です。ここには魚とサンゴ岩がよく保存され、魚たちの生息地の保護によって、近況空海にも魚の数がどんどん増えて、魚介量も増えています。現在では、魚介類などの海洋生物も順調にその数を増やし、観光による消費を得ることにも成功しました。トゥーラン製糖工場には、古い製糖工場建物がいくつか残されました。ここにたくさんのアーティストのアイデアを集めて、空間を芸術的な環境に変わりました。台東に来たら、ここに訪ねるチャンスを逃しません。なぜならば、この奇形が対抗するものは、ニュートンが発見した地球の引力です。その原理は実に簡単です。関海三蔵のそばにいる道は下り坂です。しかし、関海三蔵そのものが下り坂じゃなくて、経度がわずかですが、上り坂です。東風海岸国家風景区管理所の玄関では、東海岸第一芸術節の目新しい作品が皆様をお迎えします。
ここにはツーリストサービスセンターを併設して、アミ族区、海洋区、東部海岸景色区、体験区などの展示場がセンターにあります。マルチメディアの体験施設、ビデオ、模型、実物を持って日吉海岸の動植物生態と文化、レジャーについて生き生きと紹介して、ここにだけで東部海岸の特色を体験できます。センターは1995年11月に完成して、主な祭りやと部屋は日本民族学者父岩助太郎が1943年に花蓮県甲府湖で調査した手作りの絵によって、花蓮県台場乱射司祭の家に並んで建てました。ここを訪れたらアミ族特有な共住文化が見られます。独特な建物の他に、民族センターにはアミスカ見学隊による伝統な歌と踊りの演出、手作り工芸品及び体験コースがあります。サンセンターは小島と三郷町の海岸から構成されています。島には奇形岩が分布し、中の3つ大きな岩は3人の仙人、8仙の中の露頭品、伊鉄海、保仙公がこの地に降り立ったという伝説が名前の由来です。1987年ハチスパの報道橋が海に渡って建てられ、海の巨流のようにうつむいています。ビシリアン文化センターが巨大な流木に支えられて、屋根がカヤで吹かれました。不規則な形の壁がセンターそのものをアミ族と熱帯の島の風情に染められて、思わず注目させます。センターの中には小劇場のような設計され、1階はパフォーマンスの演出場で、2階は海の風景を眺める展望台になります。ここにも観光情報や部落民の手作り芸術作品と農産物などを入手できます。部落のあちこちに台湾の絵本作家ジミレオ氏の11本英作があって、絵柄は先生の絵本作品春の午後へ歩いての主人公シャオミとアーチが面になります。